こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはキャベツの千切りです。で、また昨日と同じ鶏もも肉塩コショウ焼きです。チキンステーキとは言えないですね。魚焼きで焼きました。白ご飯です。で、アーモンド食べます。卵は食べないと思います。なんでこんなメニューになっているかっていうと、2キロの冷凍もも肉を開けたので、1人だと連続6枚は食べないといけなくなるんですよね。連続6枚食べるとなると3日間2枚ずつ食べることになります。それでこういうメニューになってます。体重56.6キロ、体重56.6キロ、体重56、体脂肪率13.3、昨日で300グラム減ってますね。基礎代謝1323、内臓脂肪レベル5、筋肉量46.5、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6、もう一度、体重56.6、昨日より300グラム減ってます。体脂肪率13.3、基礎代謝1323、内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.5、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6です。で、もう一度サムネイル用です。千切りキャベツレモンマヨネーズ、千切りキャベツのレモンマヨネーズです。で、とろみもも肉塩コショウ焼き、鶏もも肉塩コショウ焼きで、白ご飯ですね。もしかしたら梅干し食べるかもしれません。アーモンドは確実に食べます。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。